ナインティナイン、岡村隆史、49、にとって、自身の芸の原点に触れる一週間となった。新型コロナウイルスによる肺炎のため、3月29日に、亡くなった、志村けんさん、享年70との共演映像、トンネルズ、石橋貴明、58、との対談などが、相次いで放映された。各番組での岡村の言動や表情を通して、その原点をたどってみる。ナイナイのコンセプトは、西のトンネルズ、めちゃイケ時代は、とにかく必死で。まずは、19日深夜放送のフジテレビ系、バラエティ番組、石橋、焚き火をくべる、毎週火曜深0時25分。かつて、自身のラジオ番組、岡村隆史のオールナイトニッポン、アン、日本放送毎週木曜深1時で、石橋をゲストに迎えた際に、僕ら、西の、トンネルズ目指そうと相方と言っていましたから、恥ずかしいけど、僕らのコンセプトです。お互いサッカー部ですけどと語っていた。この日の放送でも、岡村は、全国に、バッと出たのって、ネルトンの芸能人大会ですからね。あの日で変わったと噛み締めるように振り返った。タイトル通り、焚き火をくべながら二人で、ゆったりと、トークが展開されていく中、石橋から、売れたとか、視聴率取ったとか、やったっていうのはないの？めちゃイケとか？と向けられた岡村。かつては、ドリフとひょうきん族がしのぎを削った、土曜の夜8時という、芸人にとって、憧れの時間帯で番組を続けてきたからこその言葉が飛び出した。その時に、高明さんも、すごい、真面目にお笑い番組やっていたらこうやって、結果は出るんだなと言ってくれはって。確かになかなか 30% 取るっていうのは、あれでしたけど、めちゃイケに関しては、とにかく必死でやっていました。岡村は、めちゃイケ時代、自身もピリピリしていたため、人付き合いが、おろそかになっていた部分があったと反省を口にしながら、当時の番組作りとして、僕らは、学校みたいな感じでしたから。片岡飛鳥さんがいて、そこで学んでいくしかなかったと解雇。真面目に、ストイックに自分と向き合い続けた岡村だったが、2010年に約5ヶ月間にわたって休養する。焚き火をくべるでは、当時の様子をゆっくりと振り返っていった。あの時は映画をやらせてもらって、自分が何にもできてないと思って、そうならないためにも、舞台をやろうと思って、計画して。でも、台本とか直しているうちに寝られなくなって、そこから一気に気持ちが下がってしまって。半年くらい休むってなった時に、石橋から、また、やりたくなったらやったらいいし、ゆっくり休みなさいって言われたんです。休むことで気持ちが戻ってきたというか、もう一度ちゃんとこのお仕事やりたいなと思い出した。休養を経て自身の心境にも変化が訪れたといい、自分のできること、できないことが分かってきましたし、全部背負うとしんどくなるって。あれがなかったら、ほんまに普通に今もずっとピリピリしたままやったかもしれないですねと告白。憧れである石橋から。自身の気持ちを引き出される形で人間っぽくなったかもしれないです。抜くところを抜く。頼る時は頼ると語っていた。ラジオで見せた志村さんアイコンと映像をきっかけに生まれた新たな縁。それから遡ること約1週間、14日の日本テレビ系バラエティ、ぐるぐる、99 2時間 SP では、
過去の名場面として志村さんが出演したゴチの映像が放送された。値段を当てる時の言い方で笑わせ合う様子や変なおじさんのポーズを披露した姿。9年前に2代目志村けんは岡村だと話題になった際の様子もオンエアされると、ワイプで見守っていた岡村は感慨深い表情を浮かべた。志村さんの訃報が伝えられた直後に放送された岡村案では、番組の半分以上にあたる約1時間20分にわたって笑いを交えながら別れを惜しんだが、自身の芸風についてこう表現した。僕がこの世界に入って30年くらいになりますけど、バラエティでやる動きであったり表情であったりはほぼほぼ志村さんのコピーパクリに近い。それでご飯を食べさせてもらっているドリフをどっぷり見て、勝手に体の中に染み付いていて、どこかで自分が面白いことをしよう、学校で人気者になろうと思った時にドリフで人気者になるっていう感じだった。様々な媒体で志村さん愛をにじませてきた岡村だが、それがラジオならではの展開に発展したことも。2012年5月放送のナイナイアンでは、志村さんの過ぎ去映像を見ていたところ、千秋直美が夜へ急ぐ人を情念たっぷり歌う様子を口パクで再現したものにたどり着いたと報告。そこから千秋が歌う映像を視聴したところ、魂で歌って割ると衝撃を覚えた岡村は楽曲を制作した。友川和樹のことを検索、そこで生きてるって言ってみろという曲での魂の歌唱に触れて感激し、翌6月には友川をゲストに迎えた。ゲスト会までに友川を敬愛する山口智光をゲストに呼ぶなどして、リスナーとも勉強を深めていった結果、コーナーを通して友川の飾らない人柄と歌の魅力が伝わる放送となった。友川との交流は続き、2014年に矢部が案を卒業し、岡村が一人で始めた岡村案の1周年を記念して2015年に行われた歌謡祭にも友川が出演するなど、リスナーにとっても馴染みの深い存在となった。人生の半分以上を捧げた案二人体制のスタートで成果に宣言、変わっていかないといけない。直接の思い出はもちろん、コントをきっかけにして新たなつながりも生まれるなど、志村さんは岡村に多大な影響を与えてきた。それゆえにぐるナイ SP で志村さんの映像を見つめる岡村の姿からは様々な思いが伝わってきたが、その直後に放送されたラジオ岡村案ではある発表が行われた。先月23日放送の同番組内での風俗発言で女性蔑視し性的搾取などの批判が集まり、岡村は2週にわたって番組で謝罪。相方の矢部浩之48も2週続けて登場し、相方に対して公開説教を行ったことも話題となった。こうした中で迎えたこの日の案冒頭、岡村はこれまでラジオスタッフと秘密裏に行われてきた話し合いの内容を説明しながら、相方の矢部に再び案に加わってもらおうという決断に至ったと告白。直接電話で思いを伝えたところ、矢部からも快諾されたと明かし、日本放送の皆さん、営業担当の方、ネット局の方々、皆さんすごく動いてくださって調整してくれはりました。それで改めて2人で再スタートさせていただくことになりました。そのスタートの日なんですが5月14日、つまりは K
今日ということです。本当にありがとうございますと関係者に改めて感謝。二人揃って5年半ぶりとなる冒頭の怒鳴りは OK で番組が幕開けした。再出発をするにあたって番組の核となるネタ投稿のコーナーも大きく変更した。新しく始まったラ・ヤ、18年続いてきたセルゲイ・ブブカ、四半世紀続いてきた僕の点取り占いを終了。世界一の花を持つという矢部を褒めまくる美王矢部ひろゆき、カラオケ企画リスナー VS 送電矢部助、歌うま決定戦。リスナーから寄せられた選択肢に2人で答えるせーのを立ち上げると発表し、新しいラジオに変わっていくための一環としてハガキのみでなくメールでのネタ投稿も受け付けると明かされた。発言があって以降、矢部、番組関係者などとの話し合いを続け、考えに考え抜いた末に今回の結論に至った。岡村にとっては自身の人生の半分以上をかけた大事な番組である。アン、これまでの放送を聞いていると、ただ単に再び相方を迎えてコンビでのラジオが復活、コーナーも刷新して再出発をするという意味だけでなく、今回を機に二人で向き合っていきながら変わっていくという決意を示したと言えるだろう。二人の年齢を合わせると99になる今年、この一週間で改めて自身の原点に触れた岡村が、相方の矢部と共にどのようにして新しいラジオを作っていくのか注目したい。